反射による位相変化そんなの知ってるよっていう人式で表すことができますかなぜできないのそう実は本質を理解したら式でも表現できるだからしっかりまずはこのウェブマシンの実験でイメージしそして実際にこの位相っていうところについて本質的な理解をしそして数式で表すことができるこの3段階をやって応用問題でしっかりと式で表せる 圧倒的なこれできたときには入試で多と圧倒的な差がつきますからしっかり最後まで理解していってくださいそれでは早速このウェーブマシンを使って山を作って自由に動ける橋自由端で反射させるさあいくぞおさあ何で帰っていくかな山で山で帰っていったねこういうのをちなみにどういそうっていう谷を作るとどうなるでしょうはい谷が来たそして 谷で帰っていったねこういうのなんていうのどういそうっていうちなみに山谷って作ったら何々で帰ってくるやってみるぞ山谷さあ何で帰ってくるかな山谷で帰っていったねはいこんなのをどういそうっていうんだ形がそのまんま跳ね返っていった次固定谷にする端っこをバダが抑えますバーンそして山を入れたらどうなるか予想してねほっ 山がいったら谷で帰ってきた今度谷を入れるとどうなるか予想してねみんないくぞ谷を入れますほっ定谷に谷を入れますそうすると山で帰っていったこういうの逆位相っていう念のため山谷で行ったら何々で帰るかないくぞ山谷谷山で帰っていったね 上下がひっっくり返ったよねこういうの逆位相、先生知ってるよと、上下ひっくり返るでしょ、大丈夫、その理解でもいいんだけど、さらに本質的な位相変化について理解していこうということで、さあ、まずはこれ、自由端反射っていうのは、まず入射波があって、自由端がある、この自由端を、いいそのまま通り抜けた波を書いてくれ。 この向こう側は行かないんだけど通り抜けた波をいいここの自由端でくるって折り返したらこんな形になるよね。それが反射波の波です。こうね。ほらこの波をこの自由端で折り返したらこの形になるね。そして今これ右に進んでるのこうパラッて折り返したら左に進むね。これが自由端反射。だから山の部分は山のままだよね。 うん、それに対して固定端は向こう側に通り抜けた波をまず上下ひっくり返してくださいそしたらこんな波になるよねこんな波赤の点線で書こうかなこんな波で進んでる方向はまだ上下ひっくり返しただけだから右これをここの固定端でパランって折り返してほしいのそうするとはいきました こんな波になるね左向きほらまさに固定端で山で入ったのにね原点より上側の山で入ったのに谷になって帰っていってるねこんなふうになってるのが固定端。そして移相で理解しよう自由端のこの端っこでの変異 Y1 とする変異というのはこれが ここの上のののの上向きのこの矢印の長さが Y1 そして反射波の変異が Y2 同じとこにいるよね。そうだから反射波の変異も Y1 もここの円運動がぐるぐる回ったこの Y 座標で表すんだったよね。そうここの角度の部分を位相って言ったんだ。 そしてこの位相がほら Y も Y も等し,い等しいよね。こういうのを同位相っていう。自由単は同位相。逆に固定単見てみると。固定単は Y に対して反射波は変位は逆向きの Y になる。こっちでも見てみるよ。 変異が y に対して反射波の変異は y になっている逆向きだ。ほらちょうど位相が π ずれてるよね。だから位相が真逆側に来てるから逆位相って言ったり位相変化 π っていう位相変化 π。 逆に位相変化で言うとこれは位相変化よいしょ位相変化0ともいい同位相っていうのと位相変化0は同じ逆位相っていうのと位相変化 π っていうのは同じ意味 OK だから今までみんな位相変化 π 逆位相って,って習ってたのはこの円のイメージがあるかどうかの違いまとめるぞ 自由単は同位相のままでこれ位相変化0固定単は逆位相のままで位相変化 π っていうんだそしてラスト3つ目数式で表そう多くの人はこの理解をしていない入射波さっきの y1 ねが a sinθ って表せたとしようそしたら反射波の部分これは a sinθ たす π になるんだよね逆位相になるんだから位相変化 π なんだから でシータ足すイにしたら、このパイを外してって、sin 信したら、これマイナス出るよね。このマイナスって上下逆ってことでしょ次。コサインでやっても同じ反射波はシータ足すイになって、マイナスが出てくるよね。上下逆ってことでしょだから、数式の変化をやるときは位相、いそうに、あのね、いそうに パイを足すと足すんじゃなくて変異の部分にマイナスあ正確に言うとプラマイ逆だね変異をあ書けなくなっちゃった変異をプラマイ逆にする逆にするのがおすすめです OK ちょっと汚くなっちゃったね変異をプラマイ逆にするのがおすすめです OK で、両方やっちゃったら逆の逆で一緒になっちゃったなんて言っちゃうからいいこうやって数式を続けるこれが分かったら次むず面白いよ入射波をどんどん作っていくじゃん入射波をどんどん作っていくとどうなると思うちょっと見るだけ見てみようか片方からはい一定の波を作るそして反射するとあら この波、右にも左にも進まない、しかも変異がめちゃめちゃ大きい、この定常波っていうのはできるの。この定常波、実はもう皆さんは数式で表現できるの。OK。ぜひ、ここ、チャレンジできるんで、ここが理解できたら、もうめちゃめちゃ思考が深まって、もういかなる波の式が来ても、もうみんなはね、最強の状態になりますんで、ぜひ、ここまでマスターしていってください。いい感じです。